によって早く倒す。はい、中山です。中森です。今回の中山秀樹チャンネルは、はい、ゴールキーパーのダイビングについて、ダイビング、はい、やっていきたいなと思います。ダイビングって、いろんな技術があると思うんですけど、6つあるんですよ、技術が。6つあります。ダイビングってダイビングなんですけど、ダイビングでダイビングじゃないんですよ。種類がいろいろあるんですけど、まあ、その中で1つ目はそのローリングダウン。ローリングダウンって皆さん結構ローリングダウンって技術だと思ってるんですけど、ダイビングっていう技術の中の一つの技術としてローリングダウンがあるんですね。なるほど。ローリングダウンですけど、ローリングダウンって基本的に倒れるっていう意味なんですね。ダイビングの練習の中で一番最初にやる練習がローリングダウンです。はい、なのでこういうような形でボールを持ってこう倒れる、これローリングダウンです。これが倒れたらいいんですか。横に、斜め前、斜め前に飛ばなくていいです。横に、横でいいんですか。横で大丈夫です。なんでかっていうと、前に倒れると膝とか肘とかでこう関節ガーって当てちゃったりするんで、はいはいはい、もうちゃんと体の横がちゃんとこうつくように倒れちゃう。これで OK です。ローリングダウン、体の側面でしか着地して倒れるっていう技術がローリングダウン。じゃあ光コーチ、次ローリングダウンの次はワンステップダイビング。はい、ワンステップダイビングっていって、足を一つ踏み込んでやる動きと、で次ワンステップダイビングっていうのは、例えばボールがこんな風にあって、仮にそこから真ん中からシュートが来ましたって言って、ここにボールが来た、そんなイメージ。踏み込んで飛ぶっていうのが、まあ、いわゆるワンステップダイビング。ローリングダウンの場合は倒れる。ワンステップダイビングの場合は飛ぶ、そういうイメージ。なるほど。距離感が遠くなった場合はクロスステップダイビング。クロスステップダイビング、はい、次はクロスステップダイビングは、ワンステップだとちょっと遠すぎると、はいはい、その時にクロスステップして飛ぶ。例えばロングシュートとかあった場合、ワンステップで届かんよって時はクロスでこう、あー、なるほど、うん、のがいい、ね、ボールが光コーチの前にあった場合はどこに飛び込みますか。前なんで、前って英語得意じゃないですか。前って英語で言うとフロント、前に行くダイビングと4つですね、うん、フロントダイビングは今ボールを横に置いてたんですよ、僕の前に、フロント、前に飛び込む、前に行くからフロントダイビング。あと2つもあります。あと2つ、皆さん分かりますか。もうセミがほらミンミン言ってますよ。早く言えってよくあるのは、至近距離でパッとこう反応するために足をこうパッと払ってやるっていう技術なんですけど、足抜きですか。いわゆる足抜きのことです。それを専門用語でコラプシングって言います。コラプシング、はい、足抜き、払って倒れる、はいはい、早く。もう一つは、最近ヨーロッパでも結構使ってる選手多いんですけど、ノンステップで、あ、踏み込まないで、そうです、プレジャンプでそのままこう踏み込んで行っちゃうっていうパターンのダイビングも増えてます。はい、ノンステップの場合は、そのまま、飛んじゃう。着地の反動を使ってこのまま行っちゃう。着地した時にこう膝グーって曲げて、そのまま低いもう曲げて、そうです、そのままもう行っちゃう。へえ。ちょっとやってみましょうか、光コーチ。じゃあ、はい、まずローリングダウンで、はい、一歩踏み込んでキャッチで倒れるだけ。これはもう本当側面で着地して、体の横で着地して、もう前に飛ばなくていいです。これは前に無理やり飛ぶと関節当てて痛いっていうだけだから。で次ワンステップダイビングで構えて飛ぶ。次は飛ぶ。はい。ああ、もう一回ストップ。ワンステップ。今ツーステップなんです。まあいわゆるサイドステップがちょっと入ったような感じになったんで、ここではなくそのままグッと踏み込んで。はい。そう。
クロスステップはこう勢い持って、じゃあちょっと押しましょうか、早く、はい、おお飛んだ、オッケー、いいね。じゃあコラプシング実際に蹴ってみましょう。やっ、はい、足を横に払って、どっち行こう、このやつか、はい、いきます、こっち行きます、蹴ってない、蹴ってないよ、あ、ラッキー、オッケー、とにかくこうワンステップ踏んでいく時間、こう踏んでる時にはボールがもうパーンって来てるんで、払うことによって早く倒れる、あ、ラッキー、おー、ラッキー、オッケー、はい、ダイビング6つやってみましたけど、はい、キーパーの醍醐味って言ったらバーンって飛んで、うん、パシッて止めることかなってね、やっぱりそこはすごくありますよね、うん、だからダイビングただ飛ぶ飛んで止めるじゃなくて、うんうん、いろんな技術があるから、うん、それを自分が知って、まあ、練習して試合でできると、はいはい、すごくね楽しいんじゃないかなって思います、はい、で次回はそのダイビングがちょっと今変化してきてるんですよ、だからその次のその変化したダイビングを見るためにはチャンネル登録といいねを絶対してくださいね、忘れずにお願いします。それではまた、はい。